おはようございます。マウンテンマウスマーシーです。2023年1月9日今日は1時から柳井ひずみでどんと焼きがあります。昨日夜 Facebook 配信ライブをやって、沖縄のミュージシャン仲間のコーチさんと終わった後電話しました。ならコロナ禍で入って、それから体重を20キロ減らして体を鍛えて腹筋もして食事も整えて、朝早く起きて奥様と一緒に走ってウォーキングしてっていう話を聞いてめっちゃワクワクしました。で、今日優雅様まで片道1時間のところを歩いて登って、9時半に降りるっていうことは8時半に頂上に着くように、6時に起きて山に登って、で最初の道をこうやって落ち葉がいろいろ落ちとるけブロワーで綺麗にしようと思って、今回こうやって行きは綺麗にしていきました。道がほんの少し綺麗になってるの分かりますか？こうやってブロワーを使うと道が人が通ってるような道になります。ここも全部落ち葉が落ちちゃったけど、このブロワーを吹いたことで道が綺麗になりました。このブロワーを使えるようになったのは去年の9月に帯石観音でエンジェル久美さん、阿波ひろみさんとマウンテンマウスマーシー、マリオさん、ハルちゃんとみんなでイベントをしたときに、前日に大風が吹いて落ち葉がたくさん帯石観音に落ちたけ、そこに行ってボランティアで階段をブロワーで吐くっていう機会をいただきました。で、それでブロワーがあったらこんなに道がきれいにできるんだと思って、音の定期便、お魚定期便でいただいたお金でブロワーを購入して道を整えるようになると、めっちゃきれいにできるようになって、キトリモアナから八頭龍神社の道のりとか、こういう山道をブロワーで吐くという、吹いてきれいにするということができるようになりました。人の体って面白くて、山に登るときも音楽を聴きながら、下るときは駆け足で、今は動画撮りよる系じゃけど、こうやって降りて昔の人たちが大事にしよった道をきれいにすることができるってめっちゃありがたいです。やった、きれいになっちょる。こうやって道が通りやすくなったら、またみんなが優雅様に通りやすくなって、いろんな人を優雅様案内できるようになったら最高やなと思います。2010年7月の26日に北海道苫小牧内本先生と出会って、内本先生が八頭龍神社を整えると周防大島が整うんだよ、山を整えると海と山は関係があるんだよっていうことを教えてもらって、それから整え始めて13年、冬潜りの時間、音楽の時間以外空いた時間はこうやって山を整えるということをやるようになりました。よいしょ。今日はおひげのタッチからの連絡で、ひずみのどんと焼きで歌いに行きます。子供の太陽も一緒に行って、火を見て歌って竹を叩いて楽しい時間になります。やったね。で、今日はこうやって携帯の中にウォーキングアプリっていうのを入れて、
一体この山を登って下って何歩ぐらい歩くんだろうっていうのも調べてみて、やった道をブロワーでやったけ綺麗です。昨日は岩国からゆかちゃんが来てくれて、一緒に道に倒木が7本ぐらい道を塞いでいたのをチェーンソーを使って整えていきました。コロコロコロっと転がして、その木にありがとうの気持ちをやって、こうやって優雅様と区間への道が通りやすくなったら最高じゃなとやりました。ここにちょこっと残ってます。こうやって残ってる状態がもともと朝早起きして9時半に頂上から降りて、だいたい10時過ぎぐらいに家に帰れるような、10時半までには帰れます。上りは1時間じゃけど、下りは走って30分ぐらい。2022年のめっちゃ自分にとってすごかったなーって、いいためになったなーって出来事が、やっぱタコツボとの巡り合いはありました。音楽友達がタコツボを作るようになって、今漁師は昔はタコツボじゃったけど、タコカゴっていうカゴが出てきてタコツボを使う漁師は少なくなって、おじいちゃんおばあちゃんたちはタコツボで生計を立てちょったけど、そんな中もうみんなタコツボを使わなくなった中で、タコツボを作るときにタコを取るために作ってるんじゃなくて、タコの住処、海の中にそうやってタコツボを投げ入れることによってタコの住処になってタコが増えたらいいなっていうことで作って、それが県の漁協の事業になって、でタコツボを売るときはタコツボだけ、タコツボとタコを販売するんじゃなくて、タコツボだけを、入れ物だけを売るっていうのがまた自分の中で新鮮で、それに気づいたのが去年の9月。そこから音の定期便が始まりました。マーシーの音の定期便はタコツボにも似ちょるなって思いながら着きました。ありがたいよ、幸せます。8分8秒。